小田原の先の湯河原とか箱根の手前あたりから箱根の峠の方を結んでる椿ラインとなんか朝方とかは走り合いみたいなのがガーとかやって鬱陶しいらしいんで、この時間だったらそんないねえだろう。まあ俺はのんびり行きますけどね。いやなんかテンション上がんねえな、ローカルな。まあ綺麗な川が流れてますよ。なんか暗いな俺。そりゃそうだよな、お金が2万もなかったけど1万5000円以上あったかな、1万7000円ぐらいかな。昨日ね、帰り6000円ぐらいするものを買おう、欲しいものがあってね、6000円ぐらいするやつが買おうか昨日すげえ迷ったんですよ、帰り夜。いやーでもさ、ちょっと我慢しようかと思って我慢したんですよ。もう買っときゃよかったよ。どうせなくなるんだもん。ああ、どっからが椿ラインなんだい？多分あの箱根の大観山とか、あの東洋なんちゃらターンパイク、アネストターンパイクだかなんだか、あの方に行くのかもしれない。椿ラインを抜けて大観山に行くのかも。行っちゃおうよ大観山。おっと、西武鉄道。お、ライオンズのマークあるよ。ライオンズファンのみんな見た？西武ライオンズのマークがあったら見た？よかった、よかったね。最近ハマってる、このパターン。よかったね。西武のマークのついたバスが見れてよかったね。舐めて。あ、この舐めたこと言っちゃいけないな。YouTube のおかげで財布戻ってきたわけだから。マジありがてえな。マジ YouTube すげえな。まあ、どんどん頼ってこう。困った時はそちら様ですから。お互い様じゃないから。俺、力になれないから、そちら様の力だけが一方的に借りることになります。見て。これが椿ラインじゃねえだろうな。違うよ、これ。てか俺、現金ないけど大丈夫、椿ライン。有料じゃねえだろうな。無料？やべえ、県道だよな多分。こっから椿ラインなのか。だから結構飛ばすやつが朝はカーッとかやつが多いらしい。車とかも飛ばすやつが多いんだって。みたいな。うわ気持ちいいね。うわば、めっちゃ趣ある。趣があるな。あ、でもね、結構ね、落ち葉が多いのとって感じですね。見通しが悪い、くねくねしてる。で、ここで飛ばしたやつが思いっきりこう追い抜いてったやつ、車とかもかなり飛ばしてクーとかやるらしいです。俺はやんないよ、財布落としちゃうから。傷ついてる、引きずってるよ。もう今日ずっと引きずってるよ、これ当たり前じゃん。マジかよ、財布落とした直後に椿ライン楽しめねえよ。焼けっぱちになって運転したら危ねえもん。ふう、でもね、木漏れ日ヘッジとしては木漏れ日がこうキラキラしてる下をバイクで駆け抜けるのが好きな民としてはめっちゃ楽しいですね。まあ排気量もありますし、シングルなんで問題ないけど。おお、なんかあれだね、絵本みたい。あー、でもこれは危ね、思ったよりのカーブだった。これは気持ちいいかもね。こういうくねくねが好きな人は好きかも。すげえな、思ったよりもくねくねですね。
危ねえな。多分でもこの道は鬱陶しい乗り方する、車とかバイクが集まるっぽい雰囲気すごい出てるんで、初心者の人は行かない方がいいかもしれないですね。涼しいね。でもね、景色はすごいいいですね。 山の尾根がこう見えます。こっから今カメラでは見えないと思うけど、すごいっすね。山々が見えます。だいぶ登ってきたのか。ビッグシングルなんでトルクがあるから、あんまりこう山の上でやられてるって感じはしないですね。箱根レーダー局前、へー、こんな道あったんだね。ふぅ、チャイナー、どうしようかな。鬱陶しいよ本当に。マジで鬱陶しいっすわ。あそこに来るや否やバイクを止めて、バイクの目の前に座り込んでタバコに気をつけて吸い始めるおじさん、めちゃくちゃ鬱陶しいなと思って、向こうで吸ってこいよって言っておきましたけど。どうした、どうした、やっちまったらしいっすよ。まったり行きます。涼しい。箱根方面のこの山を一個越えで、おっと、あいたたたた、ザ箱根のエリアに行きます。ポーラ美術館っていうところです。西洋美術、もうねチケットそれも押さえてあるんですよ。ネットで金券ショップみたいなやつあるじゃないですか、ネットのオークションの、そこで安くポーラ美術館のチケットはもう抑えてあって、それは使用期限がないんでいつでもいいんですけど、アートを巡るツーリングみたいになっちゃってるんですけど、めちゃめちゃアート好きとかそういうわけじゃないんですよ。本当よくしょっちゅう言ってるんですけど、なんだろう、なんか映画見に行くような感じです。なんか面白いイベントやってるらしいよとかそういう感じだから、そのアーティストの誰々がどうとか有名な画家についてめちゃめちゃ語れるかっつったら別に語れないんですけど、ただ美しいものが好きとかさ、儚いものが好きだとかね、例えば 絵とかじゃなくて自然でもさ、風景とかで綺麗なものが好きだったり、美しい女性が好きだったりとか、あとは儚い自然が好きだったりとかあるじゃないですか。花が散った花に儚さが感じて好きだなとか、そういうのと一緒です。そういうの見るのが好きだし、そういうのを見てああって思うのも好きだから、美術だからさ、美しく装飾されたものを見て、ああ綺麗だなとか、ああ儚いなとか、ただなんとなくポップに楽しんでるって感じです。だから全然語れないです。でもそれでいいんじゃないかなと思ってます。別に詳しい人しか来ちゃいけませんって、チケットどこにも書いてないんで、分かんなきゃいけないなんて思わないし、いつも言ってるね。で最近遊びでね、自分も絵を描くんですよ。くっそ下手くそなんですよ本当に。あの謙遜とかじゃなくて、ガチで絵をが下手で描いたことなかったんで下手なんですけど、絵を描いて遊ぶようになりましたね。油絵じゃなくてアクリル絵の具を厚塗りして、油絵っぽい感じのして、まあ楽なんでね、それで楽しんでるんですけど、別にそういう風になる前から美術館とかに行くのはまあ割とまあ浅いですけどね、見方は、ああ綺麗だな、いいなぐらいですけど、面白い変なの、なんだこれわけわかんねえとか、そういうのが面白くて言ってるだけなんですけど、なんかそういう感じです。なんか写真とかもさあ綺麗だなとか面白いなとか、写真でも動画とか見るの面白いじゃないですか。だからそれを実物の目の前にして、美術館とか博物館とかそういう館の中で、空間の中で自分が身を置いて、どういう時間を過ごせるのかなとか、静かな綺麗な時間を過ごすのが好きって感じです。普通のアマチュアで趣味で描いてます、イラスト楽しいですとかいう人がクッソうまいじゃないですか。ありえねえなと思って、自分で描いてみてあれがいかに化け物たちか分かるっていうか、神しかいねえじゃん、これでアマチュアなのかよっていうレベルがゴロゴロしてるじゃないですか。マジ俺からしたら、俺こんなの描けちゃったら俺もう天狗になっちゃうよっていうぐらいの、綺麗な絵とか可愛いイラストとかおしゃれな
なんとかとかアーティスティックな絵と書いたりする、ゴロゴロいるんで、インスタとかツイッターとか検索するとすごいなと思って、まあ一応遊びとはいえね、自分でも書くようになりまして、でその結果分かってないけどね、絵のことはまだ全く分からないけど、少しは分かったこともあるじゃないですか。自分でやってみて初めて見えるものっていうか、あ、こうやって塗るのを、一つ塗るだけでも好みの色を作るだけでも大変なんだなとか、絵の具を混ぜてさ、フォーラ美術館 P 二輪車、あれ有料、有料なんだ、無料かと思ったら有料だったみたいですね。まあどっちでもいいけど、ポーラ美術館、あそこに石像がありますよ。なんかもう森がすごい綺麗です。ていうかこれ入り口やばくない？入り口めっちゃ綺麗。なんか長尾はね、ほとんど撮影は不可だったんですけど、すごい良かったですよ。わあ、いいなあ。これが屋外の散歩道ですね。フィルムカメラ撮ろう。いいですね。めちゃくちゃ深い森っていう感じで、あ、気持ちいいな。日が落ちたのもあるし、曇ってるのも あるんですけど、森の中っていうのもあって涼しいです、めちゃくちゃ。あー、でもツーリングね、あんまり正直言うと気持ちが乗ってこなかったんです、ツーリング。そりゃそうですよ、財布なくしてもう無理だってなって、たまたま助けが来たからよかったけど、助けっていうかたまたまですよ本当に。で一応見つかったとはいえ、なんだかんだで お金全部抜かれてるし、お金なくなっちゃって、あーやべえな、あの支払いどうしようとか思うじゃないですか。やっぱ正直ツーリング心から楽しめなかったっていうのはかなりあるんですけど、あと疲れちゃった精神的に。まあアートっていうとなんかアートアートみたいな感じになっちゃいますけど、別にね、だって自然だってアート、それこそエノーラのコンセプトだってね、その自然の織りなすそのアートを感じようみたいなことですから、アートだと芸術的なものは世の中に溢れてますからね、特別なことじゃないと俺は思うんで。エノーラ行ったついでに箱根方面に抜けていろんな美術館とか巡ってみるのも面白いかなと思いますし、いろんなのがあるんで好みの美術館もあるかもわかんないです。で、なんかすごいおしゃれな年配のご夫婦なのかな、めっちゃおしゃれですね。なんか派手なワンピース着てて、シースルーっぽいタイツみたいな靴下みたいなドット柄のやつ履いててね、でヒールのなんかこうサンダルみたいなの履いてて、美術好き、パッと見はね美術とか好きそうな上品な方がいたんですけど、その方も別に飾られてる絵を見てね、うん、これはちょっと分かんないねって言ってました。楽しんじゃえばいいんじゃないかなとか思ってますけどね、自分は財布だけは収集して帰ろうかなと思います。お騒がせツーリングでした違うけどな、お騒がせツーリング目指してないけど、絶対落とさないようにして帰ろうと思います。